はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時をちょいと回りました。4月は2日の火曜日でございまして、まったりとした午後ですね。もう日が晴れなくなりましたけど、まだ日は出てるようですね。さて、ですね、今日日経平均は結局ですね、まあ、プラス35度あったんですね。動きなしですね。はい。トピックスは若干下げてるんですね。6.77 と。はい。で、ですね、これは何や。すいません。今日上海は、もう終わってると思うんですけど、日本と確か1時間ですからね。上海は動きなしですね。 2.42 マイナスということですね。香港ハンセンはまだやってまして、今日は上がってますよ。361ですからね、プラス 2.19% って結構な上がりですね。16,903 と。注目ドルウォンですけどもですね、うにゃうにゃ1352 この辺でうにゃうにゃになってますからね。1350台前半ということですね。次の焦点は1360に乗るかどうかというところです。はい。全体的には弱いと思いますね。はい。そのウォンの国なんですけどもですね、まあいろいろとこう笑わせてくれる国でございましてですね、うわあんなことやっとるみたいなですね、そういうことがよくある国でしてですね。でも最近少ないんですよ。うわぁ、お隣らしいという。来週の水曜日が投開票の選挙なんでですね、選挙に向けてですね、罵り合いをしてるんですけどもですね、あんまり僕らから見て面白い内容はないですね。彼らが何かやらかしてくれるっていうのは、こう、対日本関係で、やらかしてくれることが一番面白いんですけども、最近日本関係少ないなという感じがしますね。彼ら同士で罵り合っていてもですね、それはまあ日常風景で、まあ別に日本人が見てもそんなに面白くないなと思うんですけど、まあ彼らがですね、中国に対して卑屈になるとかですね、そういう場面はなかなか面白いですけどね、アメリカに対して卑屈になるとかね。なんせですね、強きに弱く、弱きに強い国ですから。日本は弱きだ。彼らは弱いと思ってるんですね、日本のこと。まあ、なんせガンガン言われても文句言いませんからね、日本はあんまり。まあ、それで日本には何してもいい、何言うてもいいと思うぐらいに思ってるんですけども、最近その日本関係も少ないんですよね。だからネタないやんと。あんたらもうちょっとあんたららしい、なんかしてくれな、困るやん、こっちはと思うんですけど。まあ、これは小ネタでございます。中央日報ですね、向こうの、まあ、真ん中ちょっと右寄りのメディアと私は見なしてますけども、これはですね、昨日4月1日の午前中に出た記事で、ソウル、ヨイドと日本の桜をなくす、韓国品種に植え替えということでございました。ソウル、ヨンドンポクがヨイドと桜通りの日本の桜の木を韓国固有種のチェジュ大桜に植え替えると1日明らかにしたと。ヨイド島っていうのは、ソウルの中心みたいなところで、まあ、日本で言えば皇居前公園みたいなところじゃないですかね。そこのですね、桜がですね、日本の桜なんでですね、がけしからんと、自分たちの方に植え替えるというふうにしてるわけですけど、まあまあね、ご苦労さんなことでございました。現在、ヨイドと桜通りの桜の木は、チャンギョン郡を復元する過程で、ヨイド島に移されたもので、日本の桜の木系列という。区は現在、桜の木をソウル植物園で管理中の韓国固有種の最終大桜に植え替える計画だ。区によると現在ヨイド島の桜は1365株で老樹木が多い。毎年、これなんていうの、読めへんやん。枯れるという字に死ぬという字で壊死ですかね。壊死したり病虫害被害が発生したりした木およそ50本植え替えているが、新しく植える木も最終大桜だった。
府は今年から桜通りの後継地を最終大桜かなに選定し、韓国固有種で桜通りを満たしていく計画だと。これ実は笑い話がありまして、30-40年前にソメイヨシノはもともと韓国の桜やとかっていうというですね、まあ例のですね、あのオリジナルの主張が出ましてですね、へーとかって日本人はへーって言ってたんですけど、よくよく調べてみるとですね、ソメイヨシノは日本の桜やったとが分かってですね、あのあれですね、ずっこけだったわけですけど、まあまあよくある話で、大人では、それは私らのもんやとかって言っててですね、後で違うって分かるっていうですね、まあですね、まあまああっちの人らしいこうあれがあってですね、今はどうやらそのソメイヨシノというものがですね、こう日本の桜であるという認識を彼らはこう言って、まあまあいわゆる公にですね、もう認知し始めたということらしいんですね。珍しいですね、彼らが認めるっていうのは。あの茶の湯もね、なんだかな、華道もね、剣道も柔道も空手も全部韓国由来らしいですから、ふんって、あの論語を書いた孔子もですね、韓国人やったっていう話があってですね、まあこの政府が正式に言うてるわけちゃいますけども、まあまあそういうことになってるらしいですよ。いや、それはそれはですね、あの物笑いの種になるっていう感覚はないんですね、彼らはね。その世界から笑われるという感覚はないわけでして、そのもう、ああ何んそんなアホなこと言うたらアホや止まれるやんとやめときっていうですね、その感覚はないんですね。だからガンガン言ってくるわけですよ。空手もそうですね、なんかいっぱいありますよ。皆さんオリジナルで叩いていただければネットですぐできます。もう何もかも韓国製なんですよ。元は韓国でしてですね、な彼らのですね、修正ですけども、もうでもどうやらソメイヨシノだけはですね、実は日本産であるということが、まあどうしようもなかったんでしょうね。なんで、それ多分、これソメイヨシノだと思うんですけども、植え替えるというのがこのニュースでしてですね、まあまあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、あいつららしいなと、あいつらしくてですね、まだやってんのそんなことみたいな感じですね。まあ、ちょっとしたこれね、本当に病気みたいなもんなんですよ。日本に対する過剰な意識というのがですね、まあ、自分たちが36年間支配されたということがですね、よほどに悔しかったみたいでですね、36年も最初に抵抗したのは10年ぐらいでですね、あとは至って従順だったわけであって、日本が負けそうになった時に、君らも兵隊になるかって言われたらですね、もう何十倍っていう倍率で応募があったと。いう、こう、まあ、現実があるわけですよ。まあ、そんなこと彼らは認めませんけど、今の人たちは認めませんけど、でも最後は本当にみんな日本人になりたいという意識でですね、戦争に協力してくれたわけでして、まあ、そういった歴史もの裏返しなんでしょうかね。だから今は日本が何をやっても日本は悪いということになってですね、日本が憎けりゃですね、日本の桜まで憎いということになってですね、植え替えると。でもね、そういう過剰な対日意識というものがですね、こう笑いのネタになるということさえ彼らはですね、意識、あ、なんていうか理解できないんでしょうね。本当にこういつもいつも思うことですけども、彼らは客観的に自分たちを見つめ直すという、こう能力がもう全く欠落していますね。だからいつまでたっても独りよがりの主張をしていてですね、独りよがりの歴史を国民に教えてですね、国民の大半がですね、その真実を知らないままですね、亡くなってしまうと、一生を終えるということを繰り返してきたわけですよ。このギャップというのは当面埋まりませんね。日本もね、早く普通の国になれとかって言う人、言うてる人いますけど、日本はすでにね、文化文明の点ではね、先進国に並ぶ普通の国だと思いますよ。全くその、なんていうか遜色ない普通の国なんですけど、お隣さんは、普通の国とは言い難いですね。精神面、あるいは文化面、文明の域でもですね、普通の国とは言い難い。なんといってもその民族的なですね、このこう偏り、意識の偏りですか、価値観の偏りがですね、普通の国とは言い難いですね。
法治国家であるかどうかもですね、かなり疑わしいですしですね、民主主義と言いながらですね、本来の民主主義のあるべきこう形態からですね、かなり外れているような気もするんですよね。まあもうすぐ選挙ありますけど、お互いをけなし合って怒鳴り合ってですね、スキャンダル合戦をやってですね、人気投票するのが民主主義では僕はないと思ってるんですけどね。まあ日本もね、あんまり人のことは言えませんけど、ということで、この中央日報の今ですね、読みかけましたページのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。